散歩始まりました。今回の風散歩はですね、宮崎県宮崎市、宮崎県の中心街ですね、やってきております、かなり車も多くてですね、現地の人とちょこちょこしゃべる機会があるんですけど、やっぱりこうイントネーションが全然違うなっていうのになってますので、はい、では早速いきましょうかね。レッツゴー。このね、今中央分離帯がねずっとヤシの木なんですけど、これがね、調べたら20キロぐらい続いてるらしいですよ。15キロかな、20キロかな。でね、これは1960年に植えたんですけど、60年間でね、当初3、4メートルだったんだけど、今20メートルぐらいになっちゃって、なんか毎年枯れ葉状況に困ってるんで。やばいこれ。はい、向こうに見えるのが青島ですね。200種類以上ものの、亜熱帯植物があそこに、生えてるらしいです。で、その周りに、あるのが昔こう海底にあった地形が変動して浮き出てきてですね、鬼の洗濯池と呼ばれるところがありました。で、そこに行くのが、行くために渡るのが弥生橋。マンゴー専門店があって食べようとしたんですけど、3月から9月らしいんですよ、マンゴーは。なのでちょっと、バーガー系食べて、宮崎牛バーガー、これ普通だもんね、普通しますか、宮崎牛バーガー。はい、宮崎牛バーガー届きました。レタスがね、こいってこいってね、こいってなってこれ、ね、宮崎牛ずっしり入ってます。柔らか、めっちゃ美味しい、タレが美味しい。はい、ということで宮崎市散歩させていただきました。ここはですね、道の駅フェニックスということで、フェニックスっていうね、ヤシの木なんですよ、害虫に壊、されないように強いということで、次回も見てください。またね。